やっほー、やっほー。元気？元気だ よ。寒いね、今日は、うん、じゃあ行こっか。うん、じゃあ二人、ちょっとお姉ちゃん着替えてくるから待っててね、ここで。うん、手つないで、うん、はい、うん、お待たせ。どう、この衣装？かわいい。あれ初めて見たでしょ、この衣装。かわいい？ありがとう。今からさ、お姉ちゃんのパフォーマンス見るけど、どう？楽しみ。楽しみ？緊張してる？ちょっと、ちょっとしてるか。じゃあ今からナナは2人のことを笑顔にできるように、あといつも2人はさ、姉ちゃんのことめちゃくちゃ褒めてくれるでしょ、うん、その感謝の気持ちと大好きだってよっていう気持ちをダンスで伝えられるように頑張るから見ててください。じゃあ歌うね、聴いてください。ブレイクアレッグ。自慢のお姉ちゃんになれるように頑張るね。ママの夢を応援してくれて支えてくれたのはママだけだよ。ママ、私がいるのはナリエ先生のおかげです。本当にありがとうございます。今からママに一曲踊ります。聴いてください。メイクアレック。アイドルにしても一人の女の子としてもこんなに素敵に育ってくれてありがとう。もうすぐ二十歳になるから、ちょっとずつ大人になって親孝行できるように頑張ります。
ありがとうございました。どうだった？ちゃんと見てた？楽しかった？うん。よかった。ありがとう。うん。皆さんこんにちは。ななねねののチャンネルです。すごいな、改めて私思った思った見える？うん、どっちに見える？なんか、泣いてません？泣いてないよ絶対泣かないと思った私泣いた泣いてたよね、なんか急に出てきたサバイブ思い出しちゃってバッチリ二サビの噴水すごかった緊張した目の前ね、見ることができて嬉しかったですありがとうギャーン嬉しい緊張しましたここまで頑張ってきたこととか感動しますと、本当になんかちょっと、なんか光栄になりましたなんか考え深くなっちゃったいろいろ思い出しちゃったありがとうお母さんは私にとっての一番のファンだと思っているからこの極まり真っ黒で遊んでくれてありがとういやここまで本当ねびっくりです初めてこうちゃんとアイドルをしてるところを見てめちゃめちゃ可愛かったですちょっと涙涙で夢の成長を感じましたアイドルと思ってなかったです泣いてるしもうアイドルのバカなだって感じで思い出てよかったです